さあやっていきましょうか。あ、これで出てなんか発見したらしい。なんだここ、走る、飛ぶ、あなたと、躍動するエリア。なんかすごい、ま、ノイズ的な感じになったような気がしたけど、気のせいだったか。ショコアンダーでゴールしましょう。サブは使えません。下に取り忘れたとかないね。ここで飛んでいくという感じでいいのかな。おお、危ない。そうだから気をつけてね。まあ登っていって、間一発だったぜ。危ない。うわこれでダイレクトでいけたのか。へえ。前回のうちにできたわ。とりあえずまずこれをつけて、カーリングボムも追加。カーリングボムを強化もできるのか。 まずグイボム強化、クイボ追加で、クイボ強化しちゃおうかな。まず、あ、カーリングも強化できそうだね。ここはあとイリコニウム、これ必要なイリコニウム5個か。よし、頑張って集めよう。また消しちゃおうかな。これ飛べるかな。飛べない。
っちからいけるのだから。着物ゲット。あそこに向けばいいかじゃないの。ファイルだ。司令場、職または所属、新鳥から本部第一部隊発令事項司令に任命し33号する当たり目よしおよしおなの当たり目指令の下の名前よしおなのしかも漢字あったのお前初めて知った。へえ、に繋がったのか。ここにいくらがあったんですね。ここまでやってなかったね。ね、いやね、それは未来の邸宅の条件。事情に気をつけてゴールしましょう。頭上。ほう。めっちゃ広そう。広そうですよ。敵のバリアに処理しながら、ゴールを目指すミッションです。なるほど。大将だった。よく見た。ゴー。タコミラーボール。硬い縛りを張ってくるからしぶといよ。なるほど。マジだ。しかないのか。もうお前の攻撃は読めている。ホンダーボールか。どうしよっかな。まず強行突破。スペシャルには効かないのか。でもバリア出ちゃうんだよな。バリアを失敗したし、ちょっとゴリ押しだったけどな。もうあれじゃない。センサーつけといてよかったぜ。さあ次は、まあ、ただのゴリよ。で、このイカにいるThank you.
回また1回降りて、多分スッて行くのが定石だったんだけど、普通に俺は慎重に倒しちゃったけどね。次の配置、うわー、バリアオブバリアオブバリア、3体いるね。どう攻めっかな。どう攻めようか。あれでもなんかある。なんとかバリアかいくぐれる。あ、危ねえ。普通に打ち負けるところだった。バリアを張ってたやつ、一番正面のやつと総敵を倒し、次にこっち行って、でまずあの雑魚をしばき上げ、一回打ち終わったところをバリアのやつをやって、で倒し、ここで1回時間を待って、あったあった、危ない危ない。でこの隙に、あれなんかスーパーショットだったな、ウルトラショットだったな。まあいい、着地だと思って動いていました。すいません。らしいぞ。ここら辺だね。その前にこれなんとかしようか。もういろいろなところにあるんだ。この辺か。ヤシガニなどの甲殻類の仲間は成長につれて脱皮を繰り返す。バンカラ地方の甲殻類は強い日差しが脱皮を促すのか、他の地方の同種族に比べてはるかに大きな体を持つものが多い。へえ。だからあの靴屋さんなのね。確かさっきなんかここにいいよ。どこ、ここありがとう。お、あるじゃん。登った先はもう地獄じゃん。よく見たら。逆な時の中でこの街並みを選ぶ、的を壊してゴールしましょう。